泥棒を捕まえる人は、1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で、監督及び主演は、フォード・スターリング。共演は、チャールズ・チャップリン、マックス・ウェイン、エドガー・ケネディなど。長らく行方がわからなかった作品であったが、2010年に発見された。1971年に映画研究家のアスプランドが制定した。 チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに当てはめると、出演第3作、メーベルの急遽と第4作、ユ立ダジの間に入る作品となる。内容としては、典型的なキーストンコップスものの一つであり、チャップリンの出演時間はおよそ3分間である。ところが、チャップリン自身が1914年8月に早くも、作成した自身のフィルモグラフィーでは、 この作品が記されなかった。英国映画協会の記録からもこの作品は抜け落ちており、チャップリンの伝記を表した映画視屋のデイビッド・ロビンソンもおそらく見落とした。いずれにせよ、泥棒を捕まえる人は、風切り後、チャップリン自身を含めて記録と記憶から消えていくこととなり、フィルムそのものも行方不明となった。転機となったのは、アメリカの映画史家、ポール・ギルッキが、 ミシガン州の骨董品店で、キーストンと書かれた古いフィルム缶を購入したことである。ギルッキは購入したフィルムを、典型的なキーストンコップスものと決めつけており、数ヶ月まめを通していなかった。ところが、ギルッキが、改めて状態の良いフィルムに目を通したところ、そのうちの一つに映っていた、キーストンコップスの中に、明らかに、チャップリンと思われる役者の姿を見て驚き、 独特の仕草からチャップリンであろうことが推測できたものの断定までは至らなかった。ギルッキは友人のフィルムコレクターであるリチャード・ロバーツにチャップリンが映っているフィルムを見せたところロバーツはたった2秒でチャップリンであると断定した。そのフィルムこそ長く行方知れずとなって忘客の彼方にあった泥棒を捕まえる人であった。泥棒を捕まえる人は バージニア州アーリントン郡で開かれているスラップスティコン映画祭に出品され96年ぶりに日の目を見た。翌2011年4月9日と10日にはヒューマントラストシネマ有楽町で開催されたチャップリン映画祭で映画監督のスオ正マサユキとチャップリン研究家の王のヒロユキによるトークショーを付して日本において初めて公開された。日本では他に 2012年9月にオーディトリウム渋谷や銀座テアトルシネマシネリーブル梅田でも上映され9月15日に行われたオーディトリウム渋谷での先行上映イベントでは日本チャップリン協会名誉会長の黒柳徹子が泥棒を捕まえる人を鑑賞した泥棒を捕まえる人は82番目のチャップリン映画として登録されたメーベル エストレンジプリディカメントと記してある下に、ビトウィーンシャワーズと記されている。ありがとうございます。